ミッターマイヤーとロイエンタール、帝国軍の双璧と謳われる両名が合計3万隻にも及ぶ艦隊を率いて自由惑星同盟の首都星ハイネセンに襲来したのは5月5日のことである。私は銀河帝国軍上級大将ウルフガング・ミッターマイヤーである。首都の上空はすでに我が軍の制圧下にある。私は自由惑星同盟政府に対して全面講和を要求する。直ちに全ての軍事活動を停止し武装を解除せよ。力ざれば首都星ハイネセンに対して無差別攻撃を加えるであろう。返答まで3時間の猶予を与えるが、その前に余興を一つ見せてやろう。これでいいでしょう。権力者というものは一般市民の家が炎上したところで眉一つ動かしませんが、政府関係の建物が破壊されると血の気を失うものですから。